はい、どうも皆さん、こんにちは。明治とろーりクリーミー製法エビグラタン3個入りレンジで簡単電子レンジ調理、電子レンジ専用なんですね。明治ってあんま冷凍食品のイメージないですけど、こんな感じです。まあまあ小さい、358円なんですよ1個。なので1つ120円、チーズバーガーが130円なんで、まあチーズバーガーとどっちを買うかって考えると、まあ考える必要ないんですけど、まあチーズバーガー1個と同じ値段のものですね。でグラタンとエビドリアがあったんですけど、まあ、なぜグラタンを選んだか、それは、こちらの方が米を食えるからです。ラザニアの方は、米が入ってますからね、そもそもラザニアには。だから多少、米を食える量が少なくなってしまうということで、裏見ましょうかね。凍ったままのグラタンを外袋から出し、内袋、括弧フィルムを外し、ラップをかけずに、生乳、ペンネ、マカロニ、ショートニング、ショートニング。エビ、ナチュラルチーズ。まあまあ、普通、当たり前、普通。やっていきましょう。いや、うまそうですね。こんな感じです。まあ、たっぷりじゃないですね。まあ、所詮、120円なんですが、まあでも120円ってこれくらいだったら、とりあえず見た感じはね、まあ十分ですよね。食べてみましょうか。ペンネですね、ペンネ。うん。クリームですね。クリーミー。いやでもチーズの味しますしね。エビもね、入ってます。でもエビってこれもしかして2つだけかな、2匹だけっぽいですね。エビ、プリッとしててね、美味しいですよ当然。でチーズの味も、します。もちろんします。十分だと思いますよ、これで120円とか考えると。十分、米も食えますし、そんななんか他の味は別にしないですけど、十分ですよ。なんか野菜の香りだとか、なんか他の動物系の香りはするわけじゃない。別にする必要もないですし、十分ですよ。いや、これで120円ですもんね。マカロニも程よい硬さで。ペンね。程よくチーズの味もして、で、エビがアクセントにね、プリッとして。いや、いいと思いますよ。美味しい。味はね、まあ、何度も言いますけどチーズの味しかしませんけど、別にそれで十分ですからね。